光のパートナー入門講座。皆さんこんにちは。私、八神光です。私にはパートナーデジモンのテイルモンがいます。白くて大きさは猫くらい。見た目も猫そっくりだけど本当はネズミらしいです。え、何テイルモン、ネズミって言わない方がいいの？わかったわ、しょうがないわね。もう一回初めからやり直そう。うん、ちょっと堅苦しかったしね。そう、巻き戻して。終わったら録画ボタンを押してね。じゃ、行くわよ。みんな、こんにちは、八神光です。私にはパートナーデジモンのテイルモンがいます。白くて大きさは猫くらい。見た目も猫そっくり。体はちっちゃいけど成熟期。デジモンにはいろんな段階があるのは知ってるよね。生まれたばかりの幼年期、ちょっと大きい成長期、かなり強い成熟期と段階があります。テイルモンの成熟期の前の成長期はフロットモンといって、子犬みたいで可愛いんだけどめったにその姿にならないの。みんなはもうパートナーデジモンいるかな？ほとんどの人は最初にパートナーになった時のデジモンは幼年期です。だから大きさで言うとテイルモンと同じくらい。たまに成長期でパートナーになる人もいます。幼年期でパートナーになっても何かのきっかけで成長期に進化します。すると形が全然変わっちゃうし、大抵は大きくなるのでびっくりしないでね。形や大きさが変わっても一度パートナーになるとなぜか元のデジモンと同じだってことがわかるの。不思議なんだけど、それがデジモンとパートナーになるっていうことなのね。みんなの中に兄弟でパートナーデジモンのいる人はいますか？私んちはお兄ちゃんにもパートナーデジモンがいます。お兄ちゃんのデジモンはアグモン。私のテイルモンとは全然違うの。友達でやっぱり兄弟でパートナーデジモンがいる人もいるけど、そっちはお兄さんがガブモンで弟くんがパタモン。今のところ日本で兄弟にパートナーデジモンがいるのはうちとその友達のところの2組だけらしいの。香港では3人兄弟でパートナーがいる子供とも会いました。そこでは3人ともパートナーはシャコモンでした。兄弟で同じパートナーデジモンだったり違ってたり、同時にパートナーになったり、ちょっとずれて違う時期にパートナーになったり。なんでそういう違いができるのかまだわからないけど、もしあなたの兄弟が先にパートナーになってもあなたがならないってわけじゃないから弱気にならないでね。デジモンのパートナーになるのはだいたい小学生の子供が多いみたいです。でもどんどん増えてるから、そのうちもっと大きい中学生や高校生、大人の人たちにもパートナーになる人が出てくるでしょうね。さて、もしあなたにパートナーデジモンができたとしたら何をします？でもパートナーデジモンがいるということはあなたに何かやらなきゃいけないことができた場合がほとんどです。この世界とデジモンたちのいるデジタルワールド、そのどちらかであなたたちの助けを必要としている人やデジモンがいるのです。最初は一人で心細いかもしれないけど、きっとデジモンが助けてくれるから大丈夫。それに私たち先にパートナーデジモンを持った子供たちもあなたを助けられると思うわ。だからもしあなたにパートナーデジモンができたら真っ先に私たちに連絡してね。連絡先は、え、何？今せっかくうまくいってたのに、また初めから録画し直しなんて大変。あれ、メール大輔くんからだ。大輔くんのお姉さんにパートナーデジモンができたんですって。あ、もう一つメール。みやこさんのお姉さんにもパートナーデジモンが、しかもお姉さん二人にいっぺんに、なんてこと。あー、ジョーさんのお兄さんにもですって。大学生のお兄さんの方ね。いっぺんに4人もなんて一体。あ、デジタルワールドからだ。兄ちゃんいつの間に。ああ、
その新しい4人が大変なことになってるらしいわ。こんなのんびりビデオ撮ってる場合じゃない。行くわよ、テールモン。デジタルゲートオープン。エアガレージ子供たち出動。みんな、ひかりちゃん、みんな揃ってるぜ。デジタルワールドに行くぞ。さあ、僕たちも行きましょう。女の子同士ガンガン行っちゃおう。ひかりさん、久しぶり。僕も一緒に行くよ。行くぜー。